低濃縮ウランは濃縮度が20%未満の濃縮ウランを指します。低濃縮ウラン燃料は主に原子力発電所の核燃料として利用されています。沸騰水型原子炉 BWR は、軽水を原子炉冷却剤及び中性子原則剤とし、この軽水を炉心で沸騰させて蒸気を発生させ、 直接タービン発電機に導き電気を得る発電用原子炉です。PWR の場合、炉心を通る水は加圧器によって圧力が高められ300度の高温でも蒸気になりません。この水を利用して蒸気発生器で放射性物質を含まない水を温めます。正しい内容です。 原子炉内で直接蒸気を発生させる BWR では、その蒸水蒸気から水気を取り除くための大きな質分分離器が炉心上部に置かれています。そのため制御棒は下側から炉心に挿入されています。従って4番が誤りです。5番は正しい内容です。答えは4番です。